皆さんどうもこんにちは、ミッドエース東京店の市本です。今日もお願いします。前回 の、 あのカラーのショーの潜入動画、皆さん見ていただけたでしょうか。今日はですね、前回に引き続き、今回はちょっとカラーのコレクションの内容について、迫っていきたいと思います。で今日も、ゲストとしてメンズのメインバイヤーである竹典さんにゲストとして出ていただきます。よろしくお願いします。はい、ではもうですね、じゃあ早速いきたいと思います。よろしくお願いします。今回ですね、カラーさん八芳園っていう、場所で、この入り口の庭園のところですね、もう真っ青なブルーライトですごい印象的でしたね、めちゃくちゃ。僕らも久しぶりのリアルフィジカルのショーで、やっぱりいいね、やっぱり願いは。感動しました、本当に感動しました。はい、でしかも今回、カラーさん日本で、ファッションショーをやるのは初めてだったみたいです。はい、そうか、そうなんですよ。2004年以来、パリではもちろんやったことあるんですけど、日本自体も初めてだったみたいです。そうですね、はい。でも本当に久々にこの日本で本当にもう世界で戦ってる、もうその世界レベルのファッションショーっていうのが、もうこれからもう格の違いをじゃないですけど、やっぱ見せつけたような場所ですね。一体目のこのベージュのラードオレンジ、実際これは本当に阿部さんの最近のこのハイブリッド感っていうのはもうすごいので、ショーで見てるだけだとどこまでがくっついてレイアウトなのか、アイテムがどうなのか非常に難しくて、意外と今回のスピーディーな感じの音楽に乗って、なんかモデルさんも歩いてるところでね、音楽の大川さんに関してよく、がやられてたみたいですね。はい、そうですね、はい、かなり印象に残ったカラーリングと思います。もうこれはもう名作ですね。なんかカラーファンの方もなんかご存知だと思うんですけど、なんか阿部さんの服って意外と黒をリリースすることがすごく少なくて、本当になんか絶妙なやっぱり色のコンビネーションですね、色合いっていうのがやっぱり本当に特徴で、珍しいよね、なんか黒があまりないっていうメニューにも。結構僕も初版からあれなんですけど、やっぱ今回やっぱレディースのルックもかなり多かったと思うんですけど、そうだね、なんか海外で見させてもらうっても、やっぱりレディースのバイヤーとかもすごくやっぱりお見えになってて、今は多分すごく力を入れて見えるんでしょうね。なんかそんな感じがしました。日本のメンズからもやっぱりレディースのバイヤーがやっぱり年々やっぱり増えてるっていう感じですね。レディースも本当に注目ですよね。そうですね。そうですね、はい、結構、それぐらい結構良かったですね。本当にちょっとこういうなんかドレスでも使えるような素材感のものですとか、全体的にまたちょっとダウン、僕らなんかどうかなと思ったんですけど、割と今回他の
もいいんですよね。なかなか僕ら的には弾道でダンスできるけど、なかなかちょっと正直いいレベルに気持ちいいしかったりもするんですけど、歩いてきて我々が見させていただいているこの中 の部屋というか、あの会場までこう歩いてくるという感じのショーのランウェイのあれだったんですけど、まあ、このモデル数とこの規模感にしてはかなり隣の席なんかも、まあ、こういう時期なんですごくゆったりとして贅沢 なんかこう空間の見せ方だったよね。なんか最年少くらいめちゃくちゃ応募してる方ばっかりですよ。そうだね、はい、本当に限られた方だけで多分厳選して今回本当に多分一番ピッチャーかまで飲んだ撮影やってて、すごいかなり見えてるね。そうですね。あと特徴的だったのが、やっぱり僕らも取り扱わさせてもらってるデザイナーの方なんかすごい見えてたよね。はい、だからこの辺も多分、阿部さんのことを慕って阿部さんをなんか可愛がってる多分デザイナーさんだと思うんですけどね。はい、結構見えたと思います。
僕らもあらかじめちょっと7時にはスタートしますので遅れないようにお願いしますみたいなアナウンスをいただいたんですけど、ちょうどこれ多分始まって7時7分とか8分ぐらいだったんですけど、やはりまあ7時過ぎた段階からまあさすがにこれ世界同時配信っていう感じで歌ってるんで、なかなかやっぱり遅れられないというので、ちょっと割とバタバタしてたのがなんか印象的でしたね。普通は僕らのパリとかだって正直30分遅れは当たり前っていう感じなんで、あやっぱりオンタイムで、これビデオではないんでライブなんで、ビデオだと多分ポチッとしてその帝国の時間にあらかじめ作ったものを流せばいいと思うんですけど、そのなんか臨場感もなんか久々のライブでなんか良かったなと思って、なんかこれだけの広い庭園をこんだけライトアップするのもかなりこれ、しかもまたこの入り口までのこの長かったですよね、キャップクーラー、はい、キャップクーラーのところよりが長いですから、そうですね、本当にようやく出て、いやここですよ、それこそ昔あります出張の三島君と言ってたけど、やっぱ海外のブランドって人モデルに対してワンルックみたいなっていう、もう本当にこれを見てうわやっぱ世界レベルだなって思いましたね、マジで、はい、まあ、皆さん多分わからないと思うんですけど、結構ランウェイ の尺が長いってことは、一体がこう僕らのところまで来るのにすごく時間かかるので、そうするとモデルの体数がすごくいるっていうことになるんですよね。で、はい、このフィナーレは圧巻だったよね、本当に。大体僕ら通常の東京のコレクションとかだと、はい、多分10から15名をやっぱり2か3コーディネートを着替えてみたいなのが大体通常だと思うんですけど、はい、50以上そうですって言いました。すごいですねって言ったら、やっぱそのキャットウォークが長いと、本当先ほどおっしゃってたみたいに、もう着替えさせられないんで、もうみんな一人で贅沢に使いましたって言いましたね。やはり世界レベルです。すごい、素晴らしい、すごい、素晴らしい、すごいですね、はい、まあ、テンション上がったよね。いやーすごかったです、本当にこう、まあ、おっしゃる通り久しぶりのショーだったと思いますし、はい、映像ファッションショーだなっていう、やっぱカラーの確率がお見せつけられてるショーでしたね。まあ、あと本当にいろいろな人にまたね、会場で会えて、なんかそうでしたね、情報交換っていうのを、はい、僕はバイヤーで、そのショーの前の情報交換、はい、そこもすごく大事で、貴重な、そうですね、ね、久々にできたから、やっぱり本当に早くね、こういうショーが皆さんが届いてくれるといいなっていうふうに思います。はい、本当に。今、終わってみれば、バッとそれで立ち上がってくる。はい。これがこれだけ懐かしい。はい、いかがだったでしょうか。はい、こうやってですね、やっぱこう、僕らはちょうど、機会もあって、こう、2人でこう生で行かせていただいたので、結構熱量多く、喋らせていただきましたけれども、またこういった形で、他のブランドとかもですね、できる限りこう、解説の動画だったりとかもまた今後もどんどん上げていきますので、ぜひこの後もチェックしていただけると嬉しいです。はい、YouTube の、チャンネル登録といいね、高評価ですね。ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。